反乱軍に乗り物を頼んだ。グレードだ、逃げろ。エリア、捨てろ。危ないところだった。監視の部屋に間違いなさ。待て、バック語りに増援を要請した。カルテルのメンバーが一人いる。拠点の入り口のところだ。くそ、完全に気づかれた。よし、一般市民を利用しろなんて、ゴーマンは俺たちを何だと思ってるんだ。やはり仕事をやる連中としか思ってないだろう。言っておくが、俺たちを殺そうとしない限り危害は加えないと。了解。ちょっと待て。任務に戻るぞ。関わらない方が良かったかもな。待て、スナイパーだ、隠れろ。
撃を開始するぞ。待て。スナイパーを伏せろ。ゲリだ。監視の部屋に間違いなさそうだな。捕虜の記録を残してるとすればここのはずだ。中を調べるぞ。ヘリが来るぞ。伏せろ、ヘリコプターだ。
ヘリが近づいてる。ヘリコプターだ、伏せろ。ヘリ撃墜。クリア。準備完了。Gracias por esto, hermano. Ahora toca con el barco. Compa, gracias por darme otra oportunidad. よし、みんな無事か。
PC があるぞ。捕虜の記録はここに入ってるはずだ。中身を確認してる暇はない。残らずダウンロードしよう。ダウンロード開始。周りに警戒しろ。ノマド、ロサリオで回収してくれたファイルを見たわ。行方不明者の手がかりはなかった。エルポゾレロの情報はないのか。配送トラックの外見以外何もわからなかった。山道をさまよって中に乗った人と一緒にいつの間にか消滅するみたいだ。でも超常現象が起きてるわけじゃなさそうよ。ロサリオのファイルにトラックのルートに関する情報があった。今送るわ。運転手を捕まえて最終目的地を聞き出すのよ。遺体はそこにあるはず。了解。ダウンロード完了。脱出してデータをボーマンに渡す。役に立つといいが。スナイパー、よくやった。片付けて先に進もう。サンマテオ中の死体を回収してエル・ポゾレロという人物に届けているトラックがあるそうよ。死のトラックなんて呼ばれてる。トラックを止めて運転手にエル・ポゾレロの居場所を吐かせて。この辺りに何か情報がありそうだな。Nació en el norte de México. Nació en el norte de México. Cerca de la fronteraAhí trabajó en la obra, sacando dinero para su mamá. Pero la crisis llegó, no hubo más construcción. Se quedó sin trabajo, dejado a su suerte y sin saber qué hacer.行こう。準備はいいか。攻撃しろ。もう荷物は積んでるのか。死体だらけだ。昨年エスペランサ・サンタブランカは莫大な資金と膨大な時間を費やして、
だ。タンゴタン。クリア。みんな大丈夫か。持ってないぞ。エルポゾレロか。おいおい、あんな悪魔と一緒にするなよ。トラックは運転してるけど、それだけだ。奴の名前と居場所は。名前はラウール、ラウール・ムリオ。本当に奴と会いたいのか。俺は奴の居場所を教えろと言ったんだ。何度も言わせるな。分かったよ、教えりゃいいんだろう。でも言ったらきっと後悔するぞ。ボーマ、ノマドだ。運転手からエル・ポゾレロの本名を聞き出した。ラウール・ムリーよ。居場所も判明した。よし、ムリーよの名前で身元を調べて、何か分かればそっちに送るわ。おかしなことに、カルテルの連中はまるで疫病のようにエル・ポゾレロ。避けて彼の噂を聞かないのはそれかしら。今回は不確定要素が多い。目標は生かしたまま確保して。でないと行方不明者がどうなったかわからないわ。サンタクラウカ、ボーマンからファイルが送られてきた。エル・ポゾレロの身元が特定できたみたいだ。嫌な予感がする。何が待ち受けてるのかわからない。なんだか緊張してこないか。どうも落ち着かない。ボーマンも言ってた。不確定要素が多いんだ。それだけじゃない。どんな不確定要素なのかがわからない。だから何があってもいいように備える。目立たずに侵入して見つかる前に捕捉するぞ。交戦する。メンバー、ダマ、マネー、敵も見られた。撃て。分かった。手が出すの幻想じゃない。今こそ団結するんだ。生き方を指図する政党も組合もない。闇を駆使し、雇用を創出し、生活を向上させた。
増援が来ることはないだろう。これで奴らも反乱軍に攻撃しづらくなるだろう。クリア、もう大丈夫だ。フラググレネードだ、くらえ。エルポゾレロの居場所が分かった。捕まえて私のところへ連れてきて。聞きたいことがたくさんある。ライトやスイッチがたくさんあるな。
まってろ。俺が運転する。行くぞ。フラグだ。施設を停止させたことで反乱軍は撃って出れるかもな。噂をされるのは仕方ない。アメリカ人を殺せば報復があることぐらいどんな子可能かでも想像がつくはずだ。かもな。だがもしかすると始末するべき奴が生き延びてお前たちの噂を広めているのかもしれない。俺たちは殺し屋じゃない。殺す相手はこっちで決める。噂に振り回されるノマとアウト。フラグだ。
仕事に戻るぜ。関わらない方が良かったかもな。法律やモラルを無視するよう命令され始めたら危険信号だ。政治家がいつもやることだ。だがあいつらは常に汚名を着せる奴を用意してる。今回は俺たちがその役目ってわけか。蜂の巣をつついちまった。大丈夫だ、心配ない。サブマシンガンを持ったターゲットがいる。スライパーは塔の上にいるぞ。ターゲット発見。こちらはクリアだ。反乱軍が後で取りに来れるように物資に目印をつけておこう。シンガーを持った奴を見つけた。嘘。
次のアンテナに向かうぞ。急げ。大丈夫だ。行こう。カルテルの通信網に穴が開いたことでしばらくは氾濫。安泰だろう。エルポゾレロの居場所が分かった。捕まえて私のところへ連れてきて。聞きたいことがたくさんある。すぐカルテルの拠点だ。ポゾレロを探す。ハックガダリー乗り物を頼む。反乱軍に増援を要請した。シカリオがいる。どこだ。トラックの近くだ。参ったな。なんか匂うな。なんだこの匂い。死ぬ死ぬ。ちょっと待って。スナイパーだ。伏せろ。エルポゾレロを確認した。生け捕りにするんだ。いいな。手を挙げろ。おい、手を挙げるんだ。ああ、こんにちは。いつもの人たちより。ウェイ、応戦開始。ベイダー、ゼロゼロ。スナイパー、すぐそこから逃げろ。
除した。マドイ、マリオメールが。くそ、危ないところだった。ウェイ、¿Qué chingados espera? A partir de la madre con todo, vamos a enseñarles quién manda. ¡Dispare! ¡Que so! ¡Sniper da! ¡Cochín, me cate, creso! ¡Dos! ¡Ya valió madres! ¡Aquí están las armas! ¡Mierda! スナイパー、痛むんだろうな。スナイパーだ、早く伏せろ。やばい、お前です。あきさなさります。まずい、伏せろ。ミエラだ、これすいやばいよ。マーデス、スナイパーが狙ってるぞ。スナイパーだ、伏せろ。になるならクマちゃん持ってかないと。クマ？テディベアみたいな。勘違いしないでよ、別に暗いのが怖いんじゃない。でもテピートに浮気したと思われちゃう。前もニディアから青いキリンをもらった時、テピートがひどいこと言ったんだ。お仕置きが必要だった。キリンじゃなくてテピートにだよ。こいつバカにしてんのか。いや、こいつ本気だ。中身の成長が止まってる。アメリカの人ってみんな口が悪いの。今週アメリカ人を洗い流すんだ。まだ届いてないけど、まあ言葉遣いなんて全然気にしないよ。そんなことで人を判断したりしない。洗い流すって死体を樽に入れて火星ソーダで溶かすことだよな。うん、そう。銃を持った人たちにはこう呼ばれてる。エルポゾレロとかシチューメーカーとか。シチューなんて、食べないんだけどね。なのにシチューを作る係か、ご苦労様。埋めることもあるよ。どうしてそんな目で見るの？僕が殺すわけじゃない。そんなことしたらペピートに怒られちゃう。どうしてだ？もちろん僕の仕事じゃないからさ。ねえ、ペピートを取りに戻ったらダメかな？無理だ、心配するな。代わりに俺たちから謝っといてやる。ありがとう。置いていかれたことは拗ねるだろうけど、まあそれが無理だって言うんだったら諦めるよ。で、不手際をもらった。そしてこの人は昨日と食べてしまったのだ。やばい、お前です。あきさなさります。ミエラだ。イニゴ・モラレス、地方裁判官。仕事帰りに姿を消した。オクタビオ・ロドリゲス、学生活動家。地元のバーの外で武装集団に拉致されいなくなった。ミラベル・カストロ、学校教師。サンタクルスにあるユニダット検問所で消えた。この子覚えてる。肌がツルツルで天使みたいだった。そんなのが今年だけであと1000人もいるのよ、このクズ。その一人一人すべてに愛する人を失って悲しむ家族がいる。でもみんなもう死んでたよ。精神年齢は子供並みだな。よく分かってないらしい。記憶力も悪かったらただじゃおかない。
あんたがあのドラム缶に突っ込んだ人たちの名前を全部教えて。時間はいくらでもある。分かった？うん、分かった。終わったら帰れるんでしょ？仕事が残ってるんだ。バカな奴も気味の悪い奴も平気だが、セットで来るとさすがにきついな。バカとは少し違う。精神の発達が遅れて死がどういうことか分かっていない。脳みそが空なのか。うまくつながってないんだ。そうだ、うちの子がアリ燃やして遊ぶのやめさせよう。